皆さんこんにちは、アクリプチャンネルのメラです。今回の動画は、前回の引き続きメラが飼ってるペットたちのご紹介になるんですけど、今回はムカデになります。ツイッターだとね、ムカデとゴキブリってなってたんですけど、ゴキブリはちょっと出さないことにしました。理由はね、いろいろあるんですけど、今回はゴキブリ出さないです。それではね、今回ムカデだけになるんですけども、ぜひ見ていってください。それでは始めていこうと思います。1匹目がこの子ですね。この子はボルネオディープブルーというムカデで、住んでるところは名前の通りボルネオに住むムカデになります。かっこいいですよね、このムカデ。目が本当にムカデに関しては詳しくないので、本当に説明はできないんですけれども、ただ一つ言えることは、かっこいいです。で、この子はこの尻尾の部分がちょっと欠けちゃってます。この子はワイルド個体なので、しょうがないかなと思います。続いて2匹目をご紹介していこうと思います。2匹目はこの子ですね。この子はトーゴフェザーテールセンチピードというムカデになります。この子の住んでるところはもう名前の通りトーゴですね。で、このムカデは尻尾の部分が羽のようになってるんで、それでそういう名前になりました。羽は英語でフェザーなので、尻尾の部分が羽に似てるからということでフェザーになっております。こんな感じですね。動きもそこそこ速いかなと思います。ほんとちっちゃいんですよね、この子。頑張って大きく育てていきたいなと思います。それでは3匹目紹介していきます。3匹目がこちらですね。茶色い体に青い足を持つムカデ。この子の名前はコノバゼムカデというムカデになります。実はこのムカデ、日本のムカデになります。日本の沖縄のムカデですね。沖縄といえばもう本当に龍神大ムカデが有名かなと思うんですけど、この子はあんまり有名じゃないマイナーなムカデになります。日本にもこんなに綺麗なムカデはいるんですね。特にメラが好きな部分はこの部分ですね。この青い足が好きですね。青い足に白い足が混ざったような、なんか白青白青みたいな感じで、そこがメラのお気に入りの部分ですね。続いてはラスト4匹目を紹介していこうかなと思います。4匹目はこちらですね。黒い体にスカイブルーの足を持つムカデですね。この子も見てね、分かった人はいると思うんですけど、この子の名前は龍神大ムカデというムカデになりますね。先ほど話した通り沖縄に住むムカデになっております。で、この子はもう販売とか採取とかそういうのが禁止になってしまったムカデですね。今はもう入手ができないムカデになります。いやー、かっこいいですよね、このムカデさん。せっかくなのでちょっと泳いでもらおうかなと思います。すごいですね。なんか足かなんかでうまく、顔を外に出してるっていうのかな、そんな感じですね。ちょっと泳がせてみたいと思います。ああ、こんな感じに泳ぐんですね。まるで竜みたいですね。あんまりやるとかわいそうなので、そろそろ飼育ケージに
戻してあげようかなと思います。いかがだったでしょうか。これがメラが飼育している4種のムカデでした。メラが飼育しているのは青い足を持ったムカデをメインに飼育しております。このチャンネルでは爬虫類、両生類、魚類、寄虫系、あとマニアな生き物、レアな生き物、美しい生き物などの動画を配信しております。気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと Twitter、Instagram、TikTok、再生リストなどを概要欄の方に貼っておきますので、皆さんぜひ見てみてください。それでは皆さん、バイバイ。